12月2日、金曜日の山陽新聞ニュースです。岡山市の県立美術館で開催中の日本伝統工芸展岡山展は4日までです。最終版の2日も多くのファンらが訪れ、精緻な技と創意が光るトップ作家の秀作を堪能しました。岡山からは斬新な白い備前焼きで文部科学大臣賞に輝いた隠れ崎隆一さんのカキなど、 14点が並びます。3日と4日の午前11時と午後1時半から出品作家の解説があります。クリスマスに向けて岡山電気軌道は2日路面電車岡電チャギントンの車内をリースやベルで飾り付ける特別運行を始めました。イギリスの鉄道アニメチャギントンに登場する赤のウィルソン 青のブルースターの2両編成の座席や壁をツリーやリボン、プレゼント箱で華やかに彩り、クリスマスムードを醸しています。特別運行は25日までです。自動車向けなどのベアリング製造大手、NTN は2日、備前市にある岡山製作所の創業50周年を記念した植樹式を現地で開き、関係者が節目を祝いました。 総合事務所前で、うかい一社長らが、世代交代や、若返りといった花言葉を持つ、譲り派の若木に土をかけました。うかい社長は、さらに事業を発展させ、地元貢献にも力を入れていきたいと話しました。続いて、天気予報です。12月3日は、岡山県南部、北部ともに晴れでしょう。 岡山県南部の最低気温は0度、最高気温は13度でしょう。岡山県北部の最低気温はマイナス3度、最高気温は12度でしょう。降水確率は岡山県南部午前0%、午後0%。岡山県北部午前0%、午後0%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞、もしくは サンデジをご覧ください。